小田急バス、武蔵境営業所。小田急バス、武蔵境営業所は、東京都武蔵野市境南町にある、同社バス営業所であり、武蔵野市、三鷹市全域、調布市を中心とする地域の路線を受け持っている。車庫を併設しており、営業所の略号は、C、最寄り停留所は、武蔵境営業所である。管轄エリアが、 吉祥寺営業所と似通っているが、主に吉祥寺駅発着路線が吉祥寺営業所担当、三鷹駅、武蔵坂井駅発着路線が武蔵坂井営業所となっている。郵便番号180-0023東京都、武蔵野市坂井南町この1-18。吉01系統のほとんどは武蔵坂井担当だが、夜間の大沢止まりの便の一部は、 吉祥寺が担当する。日曜、祝日も深夜バスが運行されている。境92は、武蔵堺駅から、まっすぐ伸びる階で通りを経由し、野崎へ向かう、堺南巡環。日中に限って、野崎から先、武蔵堺駅に戻らずに、吉祥寺駅へ向かう路線がある。吉祥寺駅行きには、吉礼一があるが、 経由地が異なることと吉祥寺駅の降車場所が駅前、公園口か中央口かの違い程度である。九93は武蔵堺駅と国際キリスト教大学を結ぶ系統である。以前の高五十には大多数が朝日町泊まりで、停留所付近の折り返し場で折り返していた。2016年10月17日のダイヤ改正で、 朝日町行きは酒木原記念病院まで延伸された。一部は、味の素スタジアムに近い朝日町三丁目や、京王線武蔵野台駅付近に広がる、車開し団地まで足を伸ばす、朝日町三丁目行きや車開し団地行きは酒木原記念病院に乗り入れない。2017年6月から同一系統で複数の、行き先が存在する便は末尾にアルファベットを付与する、対応が、 試験的に導入されている。車開始団地域のバスは終点に到着後、京王バスの車開始団地折り返しはバス停に併設されている折り返し所まで行って折り返す。旭町から旭町三丁目間及び旭町大社編団地間は、武装運賃区域に入り、待機路制運賃体系となっている。前乗り先払い申告制で、 この区間のみ乗車する場合の運賃は180円で、ある2016年10月現在、大人現金運賃。夜間のみ、玉駅止まりの便が運行され、最終便は、流言寺止まりとなる。高65系統は、三鷹駅を出ると三鷹通りを西原まで南下し、調布市の神代寺を結ぶ。神代寺周辺の折り返し経路は、吉礼四系統と同じである。なお、 途中の新大寺小学校バス停には停車しない。高53は、西武玉川線の新小金井駅近くまで運行する、系統で、新小金井では、玉川線と連着通りの踏切脇にある、東営業所の第二車庫で折り返す。高56は、高51と同様に三高調布を結ぶ路線だが、こちらは、八幡前から連着通りに入り、 塚から武蔵境通りへ入ってそのまま、調布消防署前まで直進する。高51に比べると、こちらの方が距離が短く、1時間あたりの本数が多い。調布駅塚は夜間に1.2本が運転される入庫便である。2017年6月1日の改正では、三鷹駅神代植物公園が新設された。平日の三鷹発最終バス1本のみの運行で、 こちらも、入庫便である。共に、終点から営業所までは改装である。高57は、三鷹駅と武蔵坂駅を振動北経由で、運行される。三鷹駅との出入庫の役割も持つ。三31は、調布駅から、神代植物公園、大沢コミュニティセンターを経由して、調布駅へ戻る循環路線。夜間のみの運行で、平日、 土曜に深夜バスが3便ある。利用者が多い植物公園付近、天文台付近のバス停利用者に対する、九91、高56、基地06終了後の終バスの役割を果たす。小前と共感。三32は、町府駅北口を発着する小田急の深夜バスとしては、最後に運転される。大沢コミュニティセンターまでは、超31と同経路で走り、 調布飛行場に立ち寄ってから、再び天文台通りに戻ってそのま武蔵坂井営業所へと入庫する。超31を運行した車両の入庫便となる。坂井91は、武蔵坂井駅出発後、武蔵坂井営業所、天文台、大沢、調布駅北口、国領駅を経由し、小田急線の狛江駅まで至る、長距離路線である。ほぼすべてが、 小前営業所の車両による運行であるが、朝の武蔵坂駅、井口新殿調布駅北口止まり、夜の調布駅北口武蔵坂井営業所止まりのみ、武蔵坂井営業所の車両で運行される。これらの便は、朝の坂井91の始発、高56調布発への出庫、夜の境九91の終バス、高56調布機からの入庫としての役割を持つ。高51は、 主に国際キリスト教大学行き、調布駅北口を中心とし、その間に、武蔵小金井駅行きが入るようになっており、同一系統番号ながら、行き先が多岐にわたるため、2017年6月から、主要便の系統末尾にアルファベットを付与して区別する、対応を、試験的に導入している。大沢止まりの一部は深夜バスも運行。流言寺行は、夜の一本のみ。 武蔵小金井駅行きは、武蔵の三鷹地区の小田急バスの路線では、数少ない武装運賃区域へ入る路線で、前乗り先払い申告制、多摩町二丁目武蔵小金井駅前間の運賃体系は、待機路制、初乗り180円となっている。運賃は2017年8月現在、大人現金運賃。途中に、府中運転免許試験場があり、 京王バスの調布駅発着路線とともに試験場輸送も担う。武蔵小金井駅は駅南側の連着通りから西側の新小金井街道を大回りして北口に発着していたが南口ロータリー整備による南口発着に短縮された。調布飛行場系統は飛行場発のみの運行。この飛行場発バスは天文台通り 経由三鷹駅行きの始発便という役割を持つ。高54は三鷹駅と小田急バスの本社ビルに併設されている、千川バスターミナルを三鷹通り、瞳街道、吉祥寺通り経由で結ぶ。沿線に多くの学校や市役所、京林大学病院が所在する。中原三丁目経由は土曜、休日一往復。南浦経由は夜間のみの運行で、平日、 土曜ダイヤは深夜バスを運行している。三鷹駅と野が谷の間を結ぶ高55は、沿線に、篠原病院、京林大学病院がある。高58は、三鷹駅と調布飛行場を結ぶが、便数が2往復、日と少ないため、空港アクセスとしては利用しにくい。長40系統が増発された現在では、調布駅北口からのアクセスの方が便利である。 東八通りを通るのが特徴である。高五十九は、平日は左右ラッシュ時のみ運転される、循環路線。高六十は二十二時台に二本のみ運転される、循環路線。二千十七年六月一日の改正で新設された。高六十三系統は、南浦から連尺通りに入り、群れ団地、京林大学井の頭キャンパスを結ぶ。三鷹駅本無線は、 京王バス東の高64系統と重複する。2016年3月28日の京林大学井の頭キャンパス開設により、基地13系統と共に群れ団地より延伸した。土曜、休日の夕方以降は群れ団地止まりとなる。小田急の路線では唯一武蔵坂駅北口から発着する路線で、 武蔵野市と小金井市の境に近い桜堤団地へと向かう路線である。武蔵高校経由がメインで、後から新設されたアジア大学経由はムーバスと服するため現在では一応往復のみの運用。また、関東バスのエリアに入るくるぎ橋循環が、と休日の昼間に一本のみ設定されている。沿線には団地や大型のマンションが多い。 団地上水丹は桜堤団地の生端、大型バスの走れる場所にあり、バス4台ほどが折り返せる広めの折り返し所が設けられている。以前は行き先表示が桜堤団地であったが、2010年2月10日に終点となる団地上水丹に変更されている。なお、関東バスにも桜堤団地行き、基地72があるが、この路線の終点は小田急バスの 団地中央と同一にある桜堤団地で境21の終点である団地上水端ではない。2016年10月17日のダイヤ改正で新設された路線で20分間隔で京王バスとの共同運行。料金は共同運行している京王バスに合わせ大人210円、小210円に設定されている。 高65と違い、新大寺小学校バス停に停車する。新宿駅を発着して、杉の区を経由する同社唯一の路線。新宿から、甲州街道、井の頭通りを通り、吉祥寺に達し、さらに、吉祥寺通り、連尺通りを経由して武蔵境を結ぶ。小田急の一般路線で最長となる 18.56km を走行する。料金は、 一律円。新宿駅では高速バスと共通の小田急春番乗り場発。この系統については、いすずの中型車にて運用されている。2015年9月16日より、吉祥寺営業所から移管された。吉祥寺営業所の吉祥四と同様、運賃は共同運行している、京王バスに合わせ大人210円、小1 1 0円。 IC カード、大人206円、小203円。この系統は、椅子座の中型車で運行されている。なお、2015年8月16日より、吉祥寺営業所から移管された。三鷹市のコミュニティバスである三鷹、シティバス。進化は、中原ルートのみ、ルートの一部が、調布市内を通ることから、三鷹市、調布市の共同運営であり、 すつが丘駅北口に入るため小田急バスと、京王バスの共同運行である。以前は、三鷹市役所を通る系統が3系統あったが、2017年3月30日の改正で路線の再編が行われ、三鷹中央防災公園、元気創造プラザを中心とする運行になった。明城学園ルートの三鷹駅万助教官では、玉川上水を挟んで上り下りで一方、 通行であるため、バス停が異なる。また北のルートの新川塾北野間、三鷹台、飛行場ルートの大沢調府飛行場間は、ループ上の一方通行になっている。武蔵野市のコミュニティバスムーバス。このうち東、小金井線は、小金井市、堺、三鷹巡環は、三鷹市に乗り入れる。武蔵堺駅から、三鷹市役所を経由して、北野へ向かう路線だったが、 末期は平日のみ、1日4本だった。この状況を踏まえ、三鷹、シティバスに代替して、北の地区へのアクセスの改善を図った。終点の、武蔵坂駅入り口は、武蔵坂駅北口のバスロータリーのちょうど入り口、2015年、現在の、野々は口付近にあった、停留所で到着したバスは車庫へと改装していた。一般両線については、 イスズ自動車とヒノ自動車の2メーカーであり、ヒノ自動車についてはブルーリボンシティハイブリッドが導入されている。コミュニティバスはヒノ自動車製であり、スクールバスは国際キリスト教大学高等学校の便が設定されており、イスズの中型車1台と大型車2台で運用されている大型車については一般路線と兼用。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。